Hello everyone, welcome to his channel. どうも皆さんこんにちは、ヒースです。はい、今回ですね、こちらの HG 原色ウルトラ怪獣大百科その後最終回スペシャルをですね、開封していきたいと思います。はい、というわけで、まあこちらはですね、実はまあ2016年の1月前半頃に発売された、まあだいぶ5、6年前の商品ですかね、になるんですけども、こちらの商品はですね、レオン、タロウ、エイティとね、それぞれの作品で最終回に登場した怪獣のソフビが、HG サイズで入っているということですね。まあこちら、あの発売当初はプレ版で8800円だったんですけども、なんと今ですね、プレミア価格で、だいたい 4、5万はするんですよ。あの僕もですね、実はあのメルカリで4万5000円ぐらいかそれぐらいで購入したんですけども、だいぶ値上がっておりますね。早速開封をしていきたいと思います。はい、では未開封ではなくなりますよ。もうこれ切っちゃった、未開封ではなくなりますからね。やっぱりやめとこうかな。はい、はい、では開けます。この中にまだ箱がありますね。でこれを出しますね。よいしょ、厳重ですね。さすが最終回怪獣が入ってるだけありますね。えい、パンドラの箱が開きましたね。はい、大丈夫ですね、未開封ですね。こちらの、ウルトラマンレオ最終回怪獣のブラックエンドから見ていきたいと思います。じゃあこちら袋を開けます。はい、取り出します。ウルトラマンレオの最終回の怪獣ブラックエンドです。はい、こちらがブラックエンドになりますね。かっこいいですね。トリケラトプスみたいなこの角、最高ですね。はい、こんな感じ、正面こんな感じですね。色合いもものすごく綺麗ですね。はい、でちょっと、はい、オレンジっぽい感じの赤色ですが、ちょっとオレンジに近いですかね。はい、こんな感じですね。ちょっとね、汚れた感じもあって、ちょっとスーツ感が出てて、リアリティがありますね、本当に。はい、この牙とね、この顔。顔のね、この溝のところにも、結構なんか黒い墨みたいな感じの塗装ですかね。塗装がしてあって、結構リアルなんですよね。はい、こんな感じになっておりますね。足はね、ちょっとブラックエンド、ちょっと短足で可愛らしいんですけども、こんな感じですね。はい。で、足先もしっかりと細かく造形されておりますね。こんな感じですね。何本指あるんですか、これ。はい。で、ブラックエンドといえば、この長い尻尾ですね。ムカデのような長い尻尾ですね、これ。なんか濃い緑みたいな色ですかね。はい、濃い緑みたいな色で、先端本当にムカデみたいですね。ちょっとこうね、赤ラインが入っていて、でトゲトゲした印象がありますね。ブラックエンドの尻尾ですね。はい、裏側はこんな感じになっております。はい、真上から見た感じはこんな感じですね。かっこいいですね。角がかっこいい。サイズね、まあ、HG サイズなのでちっちゃいんですけど、それでもこのクオリティは凄まじい、やばいです。これはもう家宝の一つですね。はい。では次はですね、怪獣サメクジラをですね、開封していきます。はい。じゃあこちらサメクジラを開けていきます。確かサメクジラはバルキー星人が、バルキー星のバルキー星人が、地球に送り込んだ怪獣なんですよね。バルキー星の海に生息しているみたいです。はい、はい、こんな感じの造形となっておりますね。かっこいい。結構ね、生物感がありますね。ちょっとね、このブツブツがね、タコの足の吸盤みたいな感じでちょっとグロテスクですけど、それがまたいいんですよね。異星人のなんかエイリアンというか怪獣感があってとてもいいです。はい、こんな感じですね。この尖った鼻がまたすごいんですよ、これね。すごい殺傷能力あるみたいなんですよ、これがね。なんかワンピースのアーロンみたいな鼻ですよね、これね。ノコギリザメっぽい感じの。はい、で顔近くで見るとこんな感じですね。凶悪な顔ですね。とても目も赤いんで余計になんか殺気が感じられますよね。
はい、でやっぱり海に生息してますのでヒレもしっかりありますね。はい、こんな感じですね。で尻尾はちょっとねやっぱサメクジラなのでサメっぽい感じのヒレがついておりますね。はい、こちらも土で汚れている感じの塗装もあってすごくリアルに再現されておりますね。ですごく HG サイズなので結構やっぱ、はい、あの手軽に遊べると思いますので、いいですね。場所もそんなに取らないと思いますので飾る時もねいいと思いますね。でこの吸盤というかねこのブツブツのとこから確か毒が出るんですよね。で、このサメクジラの生息しているバルキー星人のフィギュアが、別売りですけどねこちらは、はい、私持っております。これですね、これとセットですね、これとセットです。はい、この2体がですねウルトラマンタロウを苦しめたバルキー星人とサメクジラですね。やばいですね。この2体で一緒に飾ろうかと思っておりますね、これはね。最後ですね、僕ね何気にこれが一番楽しみだったんですけど、ウルトラマン80の、最終回怪獣ですね。はい、冷凍怪獣マーゴドンっていう怪獣ですね。で最終回の題名がまたこれ印象的なんですよね。あ、キリンもゾウも氷になったってね、なんかあの子供が発言したようなね、最終回のタイトルですよね。最終回のタイトルとはとても思えないようなね面白みのある、はい、題名となっておりますね。はい、こちら一番楽しみにしていたマーゴドンをですね開けていきたいと思います。はい、マーゴドンです。はい、すいません、あの個人的にマーゴドンちょっとねテンション上がっちゃいましたけども、これがマーゴドンですね。あ、結構目が可愛い。なんかパッと見最終回の怪獣とは見えないような感じもしますけども、まあ、白いマンモスというかゾウマンモスですね。で、こちら牙といったらいいのか牙ですかね。牙のところにですねちゃんとこうやってというか四角い溝が掘ってあるんですよね。これが細かいですよ。でここまで結構綺麗になんかあの毛の感じを出すのはすごいと思います、このサイズで。はい、こんな感じですね。ぐるっと回すとこんな感じですね。お腹からこうこの中心部分がとてもリアルですね。はい、で少し砂で汚れている感じの塗装もしっかりされていますね。でこちら爪ですね、爪もしっかりとちっちゃいですけども塗装もしっかりしてありますね。あの毛で覆われてちっちゃく見えているかのような感じでしっかりと再現されております。で口の下もしっかりとヒゲ再現されていてちっちゃな牙もしっかりと再現されています。こちら尻尾なんですけどもゾウの鼻にも見えますよね。これはあのあえてこう尻尾もゾーンの造形を意識したのかもしれないですよね。はい、ウルトラマン80最終回に登場した怪獣マーゴドンでございました。はい、というわけで今回は HG 原色ウルトラ怪獣大百科その後最終回スペシャルを開封させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。またあの次の商品が届きましたら開封動画を上げさせていただこうかと思いますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。私のチャンネルはですね、他に絵を描く動画も投稿させていただいておりますのでそちらの方も見ていただけるととても嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイアンテルゼン、バイバーイ。